こんにちは。2018年1月10日から1月25日まで、ドロエ展を開催しています。ドロエ、江戸の幕末ですね。研究によると1820年代から70年頃、明治の初め頃までですね、書かれていた、江戸や上方の、名所土産絵として書かれてたものと言われています。ほとんど皆さん、無名の職人が、描いた絵なんですけれども、まずドロエってどういうものか、前にも一回ちょっと紹介したことがあるんですが、いわゆる顔料にですね、胡粉を混ぜて、それをにかわで、和紙に定着させると、絵を描かれる方であればなんとなくわかると思うんですけれども、不透明水彩のような、絵の具なんですね。で、実は明治以降姿を消した、幻の絵画と言われています。で、今回の展覧会ではですね、その当時、開国後、諸外国から多くの外国人の方も来られたんですけれども、日本江戸の土産物としてこの名所絵を、持ち帰ったと。で、今回の作品がですね、かなりパリに渡ったものがかなり含まれています。そういう意味でちょうど、2018年、今年がですね、1858年に日本とフランス修好通商条約が結ばれてから160年という記念の節目の年になりました。で、その年に合わせて、いわば江戸からパリ、そしてパリから銀座という流れで非常に貴重な絵画を見せる企画ということで展覧会を開催させていただくことになりました。で、今回非常にですね、内容のいいもの、状態のいいものが揃っています。絵が描かれてからもみんな150、60年経ってるんですけど、結構状態の良くないものも数多くあるんですが、今回は非常にその素晴らしい状態のいい、また内容のあるものが揃っておりますので、皆様にご紹介をしたいと思います。まずこちらがですね、これため池なんですね。今の新橋の近くのため池、その当時はこういう状況であったということで、なんかその時代をね、彷彿させる絵を我々は見ることができると、非常に、タイムトリップというような感じがまたにすると思いますね。で、こちらがですね、上野のお山なんですね。今ちょうどこれ桜があります。その当時の、上野をまた彷彿させると、これもまた今とまた少し趣が異なる上野なんですけれども、時代を超えて非常に何か親しみを感じるなと、非常に内容があると思いますね。それからこちら、今回展覧会の DM 等でメインに使ったこれ浅草寺なんですけどね、これ浅草寺と言われないと非常に何か中国的なイメージを持たれる方も多いと思うんですけれども、非常に不思議な、この遠近感とかこの俯瞰の取り方とかですね、これ点検のように書かれたこの人物表現、非常にいわゆる明治以降の近代絵画を学んだり、見てる我々からすると非常に何か拙さも感じるんですけれども、それが逆に不思議な魅力を持って私たちに何か迫ってくるものがある、非常に時代を超えた魅力を感じさせますね。それからこちらがやっぱり忍ばず、上野の忍ばずの池ですね。今でもこの弁天様がありますけど、その当時の忍ばずの池ですね、なんとなく今とも通じるものがありますけどね、これも本当にその和紙に、この顔料がですね、プルシャンブルーってブルーを使ってるんですけど、その和紙になんか馴染んだこのブルーがね、またそれなりに非常に味わい深いなという印象がありますね。これからこれが両国橋、隅田川ですね、両国橋、よく浮世絵などでもね、よく紹介されてますけれども、非常にこのまた深いこのブルーがね、印象的で魅力あるなと、浮世絵と比較してみると、このドロエの面白さもまた出てくるのかな。実は浮世絵は一般的には版画ですから複数ある、ドロエは一点一点描いてますから一点ものなんですね。そういう意味での希少性というものも改めて皆様に知っていただきたいなと思いますね。それからこれがですね、実は吉原なんですね。で、これ今桜があります。吉原の遊郭なんですけれども、これ不思議なことに真ん中に人物を描いてますけど、この遊郭の方にですね、ガランとしてるんですね。これ
本来ならば女郎女性がねたくさんいるのが吉原のイメージだと思うんですけど、あえて書かないところに何か不思議な面白さというかね、うん、まあ、もしかしたら地方の大名がですね、土産で持って帰るときに吉原を説明するときにね、あえて女性のいない吉原を何かお土産物として、求められた、非常にそれはそれで面白いなという感じがします。それからこれあの二巡り土手、これですね、今の墨田区の向島あたりなんですね。実はこの場所はあの広重とかですね、浮世絵の画家も好んで描かれています。ですけどこれも非常にその状態いいですね。でちょうどあのこの土手とですね、この川、ここにあの船で、これから、漁に出ようとしている人たちでしょうかね。そしてここにあの陣笠のね人物が描かれてますけど、この陣笠のその人物の典型表現も非常にその何気ないんですけど、非常にその画面全体に何か生き生きとしたね、あの単なる風景よりもこういった人物があることで非常に絵として何か生き生きとしてくる、あの面白さがありますよね。この作品も非常にその状態の良さと、このブルーの鮮やかさと、この桜のピンク色ですね、それからこの人物の典型表現、そしてこの風景ですね、非常に魅力的な作品で私も好きな一点ですね。はい、そしてこれもあの先ほどありました両国橋のちょっと切り口がちょっと違うんですけれども、非常にこれがですね、私あの今回の作品の中でも非常に魅力を感じるんですが、ここに書かれている人物が非常にここにあの、これ魚で貝を売る、商人でしょうかね、あるいはその武家の人がいたり、ここでお茶屋でちょっと休憩している人がいたりですね、で船でこれからまあ、ここに荷物を積んでる船ですよね、これからどこかへ荷物をこれ運ぼうとしている場面であったりですね、そういったその時代の空気というものも感じさせますし、でこのまたこの表現がですね、非常にこの、こちら側と向こう側の岸、向こう側にも、まあ、町並みがありますけれども、不思議な非常に何ていうのか、もうちょっと距離感がかなりあると思うんですけれども、そして距離感も感じさせながらまた、感じる部分もあるし感じさせない部分がある、非常に不思議なあの構成の取り方ですよね。そしてこの、この橋、まあ、この主題である両国橋の橋なんですけれども、これもこの絵として見れば不思議な感じはしないんですが、よくよく観察するとあのこういう形って遠近感から見るとね、ちょっと実は不思議なんですよね。人物表現もなんかあの小さく描かれてますし、本来であればこの橋の、描写と人物表現と、この手前の構図からいってですね、もうちょっと人物の大きさとか、建物の大きさとかですね、橋、先ほどあの紹介しましたのが、まあ、江戸の名所絵ですけども、今から紹介するのは、江戸以外、まあ、各地ですね。でこれあのお伊勢さん、あの伊勢神宮ですけどね、まあ、伊勢神宮はですね、今でもそうなんですが、20年ごとに、新しく作り直されるんですね。ですからもう1000年以上そういった儀式が続いてるんですけれども、この絵もですね、だからいつも伊勢神宮ってなんとなく新しいイメージがあるんですけどね。でこの作品も改めて今見ると、伊勢の魅力というものが伝わってきます。非常にこの建物も新しいですしね、それからこれがあの二見ヶ浦ですね、あの三重にある二見ヶ浦で、これもねやっぱりその海です。海とこの帆船のね動きが非常にその絵の魅力になってますよね。絵が生き生きとして、あのなんかやあの単なる風景だけでよりも、こういう海がやっぱり水があることでの動きがある、それから空の動き、それからこの帆船の動きですよね、非常に躍動的で、また二見ヶ浦の何か
非常に日本人にとって二見ヶ浦って非常にその祈りの場所でもありますし、何かそういったものも伝わってくる魅力のある作品だと思いますね。これ近江八景のうち片田の浮見堂という作品なんですけど、これあの、まあ、琵琶湖ですよね。でこれも非常にこれスーッとした作品でですね、これも非常に魅力的な絵なんですよね。でここに帆船があって、でここには、ま、あの鳥が飛んでますよね。これが非常になんか画面の動きを出していて、でここにでこのまた人物表現が不思議なんですよ。ここにもいるんですけどね、こんなにこの建物のとかこの湖の割にはなんかすごく小さい描写になっててなってるんだけど、これが何とも言えない魅力があって、この作品も画面全体非常にこれ静と動といいますかね、そしてこのさーっとしたこの空と湖の兼ね合いとか、でここにいる、まあ、人物で、ここに植物木々があってですね、非常にその時代を彷彿、時代だけではなくてその、うん、今に今は多分こういった風景が見られないんですけども、逆に、こういった作品を通して本来のこの近江の魅力というものがね、私たちに知ることができるんじゃないかなと。これも非常に魅力的な作品だと思いますね。これもやっぱり富士があって、これ構図の取り方が非常にいいですよね。でこの帆船、この帆船のこの描き方もね、非常にまたこれもなんか不思議な遠近の表現なんですけど、でこれも非常にこの空の描き方とこの富士とですね、でこの波と、これ全部あのなんか日本の風景のね、あのいいところが全部取り入れられてますよね。で、富士山の絵も結構この奴隷の中で数多く描かれて、やはり昔から、まあ、富士は日本の山、日本のシンボルとしてね、国内だけじゃなくて海外でもやはり紹介される機会があった、まあ、こういった作品もおそらく海外の方はですね、まあ、日本といえばこういう富士、空と海と富士ということで、この作品もかなりあの人気があった作品ではないでしょうかね。でしかもこれ非常に状態がいい、よく残っていますね。ここで今回の作品あの展覧会の中でもおすすめの一点になりますね。でこれはですね、これアメリカ船、まあ、黒船なんですけれども、これ珍しいですよね。あの今まで紹介した作品、だいたいそのプルシアンブルーという顔料を生かしたブルーを背景とした絵が多いと言いますか、他の泥絵でもですね、そうした作品がやはり泥絵の特色で目につくんですが、これ珍しいですよね。実は泥絵っていうと別にそのブルーを使う絵が泥絵ということではなくて、最初に申し上げましたように、顔料に胡粉を混ぜたものを何かで、描くということですので、別にブルーを使わない絵もあるわけなんですが、でこの作品、いわゆる泥絵ということなんですね。で言われてみると、厳密に解釈する泥絵なんですけれども、ですか、実はこういう絵って本当は墨だけでも本当は描けると思います。でもあえてこれ泥絵を使ったところに、この、画工といいますか職人のね、意地というか、こういう表現もできるんだっていうことで描いたんでしょうかね。でおそらくこの描いた方も、黒船来航以来、まあ、毎年のように多分黒船が日本に来てましたね。そういったものを多分当時話題になって、もしかしたら見に行ったかもしれない、その時の様子をね、ですからこの描かれた画工とその当時の目にした風景、まあ、黒船日本人からすると非常にその、珍しいものだと思います。もちろん政府などは非常に脅威に感じてた部分がありますけど、一般庶民からすると物珍しさもあって多分見に行ったと思いますよね。そうしたものがね、この絵を通して伝わるんじゃないかな。その黒船とで、ここに実は黒船の船員がとこちょっと手を挙げてる人もいるんですけど、そういった人を見ながら、異国の人たちもこういう人たちなんだっていう、何か画工のですね、対象に対する思いというか、そうしたものがこの切々としたなんか伝わってくるものがあるなという感じがしますね。これ非常に珍しい、こういう色が比較的使われていない作品って非常に珍しいんですけどね、これも状態がよく残ってますしね、貴重な作品ですね。はい、
でこれはですね、まあ、今回、紹介するドロイドの中で最後の作品なんですが、これ非常に珍しいんですね。というのはここに実はね芝幸運っていう落款が入ってます。作者名なんですね。で先ほどから紹介していますようにドロエって基本的には無名の方です。無名の方というかいわゆる、まあ、職人として、土産物を書いていた。ですから皆サインはありません。しかしこれは入ってるんですね、ここに。で実は落款もされてる。でそれとですと同時にあとこの大きさなんですね、まあ、今までご覧いただいた作品とは違うこの大きさ、これだけの大きさものも珍しいです。基本的には土産物として書かれていましたので、まあ、持ち運びのしやすい大きさが多かったと思うんですけれども、この作品はこれだけの大きさ、これも非常に貴重です。でここに書かれている場所はですね、これ球場前といわゆる今の皇居のところですね。でちょうどこれ実はねこれ大名行列をしている絵なんです。でこれ一人一人ね結構今までの先ほど紹介したドロイは比較的その人物表現というのがみんなシンプルでね、着てるものも、顔も、ね、目鼻も描かれてませんし表情ももちろんなくて、みんなもうのっぺらとした同じ、ような表現になってます。これ一人一人結構描き分けられてるんですよね。もちろん顔の表情はないんですけれども、お殿様とかですねお月の人とかそれぞれのなんか役割に応じた何か衣装なんかもしっかり書き分けられてますし、非常にその、これ大名行列の流れがねこれはっきりする、これ時代考証から見ても非常にこれ貴重な作品になるんじゃないでしょうかね。でこれ球場ですからちょうどここはお堀になると思いますし、で向こう側に実は富士山も入ってますしね、多分その当時、今の皇居のあたりからまた富士山も見えたんだと思いますよね。そうした風景がよく残っている。それとこれ建物ですよね。ですからこれ非常にその絵の内容ももちろんなんですけれども、作者名がはっきりしている、それからこの大きさがある、それからその当時のこの大名行列の様子というものがよく作品を通して知ることができる資料としても非常に貴重だと思います。でただちょっと残念なのはちょっとね状態が良くないシミとか出てるんですけれども、それ以上にこのやっぱりこの絵の付加価値というか先ほど申し上げましたような付加価値が非常にこれは大きいので、実は今回ですね展示するにあたって他にもかなり数が実は今回出てきて一点一点で精査したんです。ですからその中からまあ本当にいいものをよりすぐって展示してます。でただこの作品についてはですね、まあ、状態はちょっと良くないんだけれども、やはりこの作者が名がはっきりしているということと、この大きさそれからその当時の時代というものがはっきり今確認することができるといういろんな付加価値の大きさでね今回展示をさせていただきました。これ非常に貴重です。これはもしかしたらこれ美術館とか博物館などでね、持っていてもおかしくない。実は他の作品もそうなんですけど、それ以上にこれはですねそういった資料的な価値としてもね皆さんに見ていただきたいなというものです。実はドロエって今までも展覧会やったことがありますし、実はドロエのですね、歴史的な評価でいくと柳宗悦という方がいました。日本の民芸運動を中心された方なんですけれども、その柳が全国のいわゆる 無名のですね、職人が作ったもの、焼き物であったり手工芸であったりですね、というものに美を見出して素晴らしいという価値を評価した人がいるんですが、その柳が実はドロエもその魅力というものを再発見をして、実は今私たちがドロエを学ぶ場合には柳の再発見というのが非常に勉強になるんですけども、その柳が集めたものを今駒場の日本民芸館で見ることができるんですが、そこにもドロエも入ってます。ですからこのドロエ作品もですねなかなかいいものは出てこないんですけれども、今回の作品は、まあ、この作品を筆頭にですね、いろいろなそういった美術館等に収まってもおかしくない内容があると思いますね。ですからこういう機会に改めて、日本のいわゆる近代以前ですよね、
こうしたものがあって、その後の近代絵画、近代洋画、近代日本画が、まあ、日本は始まったわけなんですけど、その前の非常にその何か、江戸から近代明治以降で変わる転換期に生まれた作品、そういう、まあ、時代的な付加価値もありますし、私たちが私たちはどうしてもその近代以降の絵画が普通の一般的な絵画というふうな認識で見るわけなんですけど、そうではない、その以前にそうしたものがあったと。でそこから何か、今なかなかその先ほども申し上げましたけど、オリジナリティとか個性とかですね、自分の自己表現みたいなものがかなり一般的なイメージがあるんですけど、そうではない、もっと自分を出すことももちろん大事なんだけど、それ以上に何が絵画にとって大事なことなのか、ある意味で私たちはこうした作品を通してね、絵画とは何か、絵画の原点の一つを学ぶきっかけになるんじゃないかな。でそういう意味も含めて今回この展覧会を、まあ、開催することにしました。でしかも、まあ、こういった作品がね、いいものが揃ったということ、で またね、ちょうど今年、まあ、この1月ですので、まあ、新春にふさわしい、まあ、企画にもなったかなと、こうした作品を通して改めて、絵画の、まあ、いろいろなね、さまざまな絵画ありますけど、なかなかこういう作品を見ることが少ないと思います。ですけど逆に私たちの先祖がね、こうした作品を生み出したということも改めて学ぶきっかけになるんじゃないかな。でそういう意味で多くの人に見ていただきたいと思いますので、1月25日まで開催しています。ぜひ皆さんお越しください。どうも。